サウンドジュリエです。今日はですね、カクテルオーディオの X35 についていろいろ喋ってみたいと思います。本体はですね、こちらになりますね。この機器になります。今こちらの7インチのモニター画面の出力をですね、 HDMI のケーブルで、外に出力しておりまして、でこちらの大きなテレビ画面に、映しております。でなぜ X35 かと申し上げますと、まあコストパフォーマンスが非常に高くてですね、 CD プレイヤーとかアンプとかをいろいろごちゃごちゃ選んで、結局50万100万かけてなんか良くならないなっていうことって結構あると思うんですけど、まあ、コストパフォーマンス的に考えればこちらを1台買って、あと好みのスピーカーをつなげれば結構もうこれで満足度は高い音が出てしまいますので、今日はこちらを紹介させていただきたいと思います。でこちらがオールインワンのマルチメディアプレイヤーという名称なんですけれど、何がって言いますと、もう本当にですね、一般的にラックに入っている機器が先ほどの機械の中に、まあ、すっぽり入ってしまって、あとスピーカーをつなげば用意するものはほとんどないっていうような感じになります。それからですね、こちらの、リモコンが使えますので、非常に、なんていうんですか、 CD プレイヤーとかでリモコン操作とかが慣れている方にとっては使いやすいっていうこともありますし、また iPad とかですね、こういう、スマホ、まあ、これ iPhone なんですけど、こちらの、方からもですね、アプリをインストールすれば、これ今アプリインストールしてやるんですけど、まあ、スッとこう画面が開いてですね、こちらの方で操作することもできます。例えば、まあ、カーペンターズあるんですけど、これクリックして再生って押しますと、もうすぐ再生することができます。またこちらのアプリ立ち上げててもですね、このリモコンでこう操作できますので、まあ、非常に便利です。で画面がちっちゃいということは、まあ、iPad とかそういう大きな画面のもので操作していただければ大丈夫です。で、まあ、何ができるかというとですね、一般的にこういう機器にですね、いろんなことできないものが多いんですけれど、こちらはですね、まず入力に、これバランスタイプの入力ですね、それから同軸、光、アナログ、これ LR、RC のピンケーブルで挿すアナログですね、AX、 こちらもそうです。あとフォノ、こちらフォノイコライザーがついておりますので、レコードプレイヤーの、接続ができてですね、レコードプレイヤー入力しますと、このような、ピークメーターがついておりまして、このメーターが触れて、まあ、音が出るんですけれど、こちらの録音ボタンを押しますと、その再生中のレコードの音が、カクテルオーディオのストレージに録音できます。で、さっきクオリティもですね、いろいろ選べるんですが、まあ、最大で192キロの24ビットで録音することができますので、非常に高音質で、レコードの音が取れたりします。あと、インターネットサービスもありまして、契約すればですね、こういろんなものが、ちょっと Amazon 契約してあるんですけど、今パスワードとか入れてないんでつかないんですが、徐々に多くなるっていう感じです。それから、リッピングするときにですね、多くの機器って、ドライブ用意しないと、その CD とかの、ソフトをリッピングすることができないんですが、こちら本体にですね、こうスリットがついてるんですけど、こちらに CD を入れますと、このように、曲目が再生されてですね、表示されてですね、それから
メニューボタンで全てをリッピングとかっていうふうに押せば、こちらで読み込みができます。またですね、こちらの機器にこのようなアルバム表示で中に入っているものが出るんですけれど、こう入っているものを先ほどのこちらのこのスイットにですね CDR を入れれば、それに焼くこともできますので非常に便利だと思います。あとこちらの、機能的にですね、こういうあの MQACD なんかもですね、こう MQACD で 88.2 の 24bit っていうことで、再生できますので、その MQA を再生する機能もあります。あとあのこちらの機器はですね、ファームウェアが、変わりますと、まあ、案内も来まして、それで、まあ、脳みそ入れ替わりますので、買った時から古くなるというよりも順次更新されて、いつもまあ最新みたいな感じで進んでいきます。からですね、ストレージの方なんですけれど、一般的に取り外したりすることができない場合が多いんですが、こちらはですね、このような感じで、3.5、2.5 の HDD と 2.5 の SSD が、取り付けることができて、あと容量も 8TB まで、対応しますので、容量的には不足はないかなっていう感じで思います。あとは、そのフォーマットもですね、いろいろ対応しておりまして、こちらにあるような、まあ、フォーマット、まあ、CD から DSD の配列まで、オール OK っていう感じで、使うことができます。スピーカーはですね、こちらに、スピーカーの出力ターミナルがついておりますので、まあ、普通のプリミアアンプと同じような感じでこちらにつないでいただければ、スピーカーを鳴らすことができまして、この、セットアップ画面からですね、オーディオを選んでいただきまして、このスピーカー出力をオフですとアンプが切れて、オンですとスピーカーが、鳴るというような設定ができます。また多くの、こういった機材はですね、いろんなあの設定を任意にすることができないものが多いんですが、例えばですね、この CD リッピングの、品質、こちら超高品質にすればですね、パソコンなんかでベリファイで、元のデータと格納したデータ確認しながら、完璧ですよみたいな、高品質なリッピングをするということを行っている方も見えると思うんですが、こちらにしておけば、そのような感じで品質のいいリッピングができます。またとりあえず早くっていうことであれば、この超高速っていうところにチェックを入れればですね、早くリッピングをするっていう感じになります。それからですね、フォーマットの方も WAV から、このような感じで選ぶことができるんですが、まあ、WAV にしておけば無圧縮ですので、素晴らしい音質で、本体の方に、リピングが可能だと思います。あとはですね、オーディオの方に切り替えますと、この USB の出力、これをどうするか、出すか出さないかっていうこととかですね、まあ、DSD の信号をどうするか、何で出すか、あとアナログボリュームは、これ、イン側ですね、これゲインを調整できるっていう機能がついてます。まあ、出力の大きな CD プレイヤーは、まあ、海外製のワリアとかですね、DCS なんかつなぎますと、
すごく 4V とかで入力してきますので、これを下げるみたいな。日本のシニブレだと、まあ、2V 基準で出てきたりしますので、0みたいな感じですね。あと、炎の方も、出力のちっちゃいカートリッジですと、まあ、これを、まあ、上げるっていう操作になりまして、出力の大きな丸張りのカートリッジとかは、まあ、下げて効くという感じになりますので、こちらはあのレベルメーターを見ながら調整するという感じになります。あとアナログ出力ボリューム固定、まあ、これは普通の CD プレイヤーみたいに、固定出力で出すか、こちらの可変出力で、プリ機能を使って出すかということが、できます。でアナログ出力もですね、オンオフできますので、これでオフにしてしまえば、中の動作がカットされて、動きとしては例えば USB でデジタル出力を出しているみたいな使用法の時はオフにした方が高音質になります。サンプリングレート、これ192、これはあの録音ボタンで録音するときどれで撮りますかっていうことですね。でデジタルの方もボリューム固定可変できます。でこちらもですね、 DAC の対応によって、例えばまあ古い DAC だと96キロまでしかダメだよとかっていうのがあるんですけど、そこにハイレゾーン190に入れても動きませんから、まあ、ここで固定しておけば、ハイレゾーン音源 DSD なんかも96キロの範囲で変換して出すという機能になります。で、まあ、DAC が高性能であればスルーしておけば全て出ますので、まあ、これでいいのかなっていう感じがします。こちらの、出力もオンオフ、これ同軸ですね。ということで、いろいろこの中がいじれて、まあ、面白いんじゃないかなっていうふうに思います。あとですね、このプレイリストってあるんですが、こちらの方に、好きな曲を入れたりして、いちいちこの中から選ばなくてもいい感じになります。それからこれ非常に動きが良くてですね、これ今1枚ずつこうてるんですけど、ページごとに送るとこうパッパッと変わりますし、それからこう演奏してる途中でですね、まあ、早送りとか戻すっていう機能を使いますと、この今テンキーが1から0の間で、これ1だと 10%、 5だと 50% っていうふうに こちらで設定してあるんですが、例えば 50% にしますと瞬間にこう曲の真ん中まで行く、これ10%に戻すと瞬間に戻るって非常に動きが速いので、こうサクサク動いて非常に気持ちがいいです。あと、こう曲の送りも、こんな感じで、これはですね、先ほどの、スマホからの操作も可能ですし、こういったリモコンからの、操作も可能になります。それからこちらに、出力されるそのアンプの出力なんですが、 100W100W の、出力がありますので、ほとんどの、スピーカーは駆動大丈夫じゃないかなっていうふうに思います。それからですね、こちらのオーディオの方で、このイコライザー機能があるんですが、これあのデジタル領域で動きますので、このカスタムイコライザーのところでですね、このイコライジングカーブを、いじることができます。それで、中に入っているのはデジタルアンプですので、従来のですね、トランジスタのアンプとか真空管アンプですと低域の位相がずれてですね、厚みとかこうふっくらした、感じがどうしても出てしまうんですが、こちらデジタルアンプですのでそういう感じがない、音になりますから、このあたりのですね、周波数をワンクリックぐらい上げるとですね、この従来のアンプの音に非常に酷似した出力になりますので、
よくその痩せてんじゃんみたいなことを言う方が見えるんですが、それはあの使ってるアンプの位相ずれで鈍くて低音がゆったり出てるっていう、そういう感じですので、そういうふうに聞こえる方はここをいじるとかですね、あと、まあ、ボーカルとかいろんなあのイコライザーカーブがこの中に入ってるんですが、まあ、ほとんど使い物にならないと思います。2でいじるか、こちらのノーマル、これフルフラットで、まあ、このイコライザーは使わないという機能なんですが、これにしておけば、まあ、大丈夫かなっていう感じです。あとネットワークの方もですね、LAN ケーブルをつなぐ、または Wi-Fi で、つなぐこともできますので、それは、こちらの有線無線で切り替えて設定ができます。今は無線でつなげますので、まあ、こういう感じでどれでつなぐかっていうのを選べますね。まあ、いろいろ、多機能で面白い、機器だと思いますので、あ、新たにその従来の CD とかから新しいそのストレージに貯めるというような、構成を考えられている方にはもうこの1台で済んでしまうという、このカクテルオーディオの X35、 税抜き定価28万、税込み308,000なんですが、おおむね価格 .com でお調べいただいても1割引きぐらいの実売で売っておりますので、まあ、28万前後で、オリンワンの、機械が買えるっていう感じになります。当店ではですね、こちらの X35 とあとデジタル出力入力に特化した X50D の2機種を展示しておりますので、どちらも視聴可能です。非常に、この X35 または X50、X45 とかというこのカクテルのシリーズ人気がありますので、もしよろしければ、ご検討していただければと思います。今日は以上です。